オーシャンカジノリゾートとは、アメリカ合衆国ニュージャージン州アトランティックシティにあるカジノホテル。レーベルサウスタワーは、フォンテーヌブローリゾートラスベガスに次いで2番目に大きいカジノホテルで、アトランティックシティで一番高いビルとして認知されている。インテリアデザインを担当したのは、アルキテクト2カ社が担当し、建築家グループの BLT アーチテクツ社が、 レーベルサウスタワーを含めてすべての施設設計を担当した。不動産経営会社のティッシュマンリアリティコンサルクションが経営と不動産管理も兼ねてマネージメント契約を交わした。スセのプラスがカジノプレールームをはじめメイン内装全般を担当し着手はしたものの2008年にプロジェクトの資金調達が遅れ当初予定していた1900室の レーベルサウスタワー建設は一旦中止になった。中止後資金調達が再び行われ、2011年2月に建設を再開し、レーベルサウスタワーは1399室として完成した。当時レベルアトランティックシティが開業した時は2つのナイトクラブと13のレストランと2つのエンターテイメント施設、屋外プールや3万以上の植物や樹木を持つ、 スカイガーデンから構成される屋上デッキを持っていた。カジノは6階にあり、2つあったナイトクラブは3階でロビーを見下ろしていた。ありがとうございます。